今話題のサッカーチャンネルといえばリョウザフットボール。サッカーの戦術的な話をしてくれ、当チャンネルとは違うコアなサッカーチャンネルだ。そこで先日、リョウザフットボール的日本代表ベスト11という議題が上がった。これは面白そうだ。そう思ったモスタカ協会は、リョウザ的ベスト11だったらワールドカップどこまでいけるのかを試してみることに。ちなみに本家動画の中では明確にベスト11というより、あくまでこれだったら面白そうという話であり、エンタメとして楽しんでいただけたらと思います。それではメンバーを紹介していきましょう。まずはディフェンス、右から山根、吉田、谷口、旗手、そして中盤は逆三角でアンカーに森田、右に久保、左に田中、フォワードは右から伊藤、大迫、三笘、そしてディフェンス時は可変フォーメーションを採用。田中碧がボランチの位置まで下がり、久保がトップ下の位置に残る戦術を採用。それでは早速見ていこう。モスタカとしては初の強化なしで臨むワールドカップ、ここに来て結果が楽しみだ。開始早々、左サイドで連携していく日本代表。大迫がいいポスト、ここで引っ掛けられるも上はならず。旗手にしては珍しいミス。そのカウンターから先制点を食らう。ミスからとはいえ、見事に旗手の上がったスペースを突かれる結果に。大迫のスルーパスに伊藤が追いつき、クロスも少し合わず、こぼれ球に久保がワンタッチでつなぎ、三笘のシュートもキーパーがセーブ。前半チャンスはあったが追いつけず、ビハインドで後半へ。53分、三笘がカットインから強烈なシュートも、なんとキーパーがキャッチ。73分、伊藤が切り込みシュート、しかしこれもキーパーキャッチ。81分、久保から大迫へとつなぎ、シュートもディフェンスがブロック。日本は右サイドが活性化、山根から田中のシュート、しかしここもキーパーがセーブ。オスピナの壁が硬すぎる。ここで試合終了の笛。いい形は見せ、後半は日本ペースも決められず。予選突破に向けて勝っておきたい2戦目、ポイントは相手のレバンドフスキをどう抑えるか。いつも序盤に先制されるのでそれは避けたい。大迫が体を張るポスト、伊藤の積極的な突破、日本のいいシーンから始まる展開。38分、右でのいい連携から三笘が飛び込む。続いて大迫がシュートを放つもブロックされる。前半比較的拮抗した展開で動きも少なく、0対0での折り返し。切り込んだ伊藤から大迫へとつなぎシュートもキーパーが反応。続く58分、目でも追いつけない連携を見せ、最後は久保がヘディングで合わせるも惜しくも枠外。この連携は鮮やかすぎる。まさかの田中のロングパスが伊藤へ通る。これがディフェンスに当たりゴールへ吸い込まれる。ついに待望のゴールが生まれ、先制する日本。その後も攻撃のテロを緩めない日本。大迫が決定機を迎えるがキーパーのファインセーブ。そしてそのまま試合終了のホイッスル、大きな1勝を手にする。
だんだんと連携が上がってきた両座的モッサカジャパン。3戦目、さらに連動の上がった連携プレーに期待が膨らむ。開始から日本が攻め込む。大迫の安定したポストからサイドへの展開が定番に。サイドに突破力や創造性がある選手が多いので期待が持てる。20分、田中のパスに大迫が絶妙な抜け出しをするが、わずかにシュートまでいけず。伊藤のクロスに三笘が飛び込む。あとわずかというところで外れてしまう。30分、セネガルに一瞬の隙を突かれる。カウンターからボレーをきれいに合わせられ、先制点を奪われてしまう。ここまで安定した守備を見せてきた谷口には悔しい結果に。吉田のイージーなスライディングがピンチを招く。ここはなんとか難を逃れる。しかしセネガルの勢いは止まらない。セネガルの跳躍力についていけない日本、痛恨の2失点目を食らう。ここで前半終了。何としても追いつきたい日本、出だしが重要だ。59分、ついに日本が反撃ののろしを上げる。左サイドでつないだボールが中央の大迫へ。そして反転からシュートが決まり、1点差に追いつく。大迫、いい位置でフリーキックを獲得。時間的にもここで決めたい。キッカー伊藤のシュートはキーパーが触りポストに弾かれる。なんとかボールを奪いたい日本だが、セネガルの強靭な肉体はガードが硬い。そしてここで試合終了。いい流れだったが、何が起こるかわからないのが短期決戦。初めての強化なしに臨んだ大会でもいいシーンがいくつか見れた。ということで、草澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。日本としては最終節までもつれ込んでの敗退ですから、本人たちは相当悔しいでしょうね。